くんの知りたい教えたい知り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 たい雪が降った時の災害には除雪中の事故、車による雪道での事故、歩行中の雪道での事故があり、今回は車による雪道での事故について教えるねばよ。雪が降っている時、降った後は路面が凍って車の事故を起こしやすいので気をつけり。路面が凍りやすい時は降雪が1センチ以上あり、降った後の早い時期およそ24時間以内、昼に降った雪が溶けて夜に気温が下がった時、アイスバーン。雪が降った後冷え込む夜間や朝方や日陰など、ブラックアイスバーンであり、路面が凍りやすい場所は信号、交差点、トンネルなどの出入り口、橋桁などであり、他にも雪が降ったり地吹雪で視界が悪くなる時があるので注意が必要であり、昼でもライトをつけてスピードを抑えて車間距離を十分に取る。車に雪がついたら安全な場所に止まって落とす。疲れたり運転に危険を感じたら駐車場で休むであり、最後にアクシデントに対応できる用具を必ず車に装備しておこう。タイヤチェーンやその他の工具、防寒具や作業衣類、非常用品、雪が降った時の車の運転には十分気をつけるねばよ。教えたい教えたい教えたい。みんなの知ってる雑学コメント欄で待ってるねば。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバー。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるネバよ。